はいどうも、料理のお兄さんリュウジです。今回はマグカップでできる超簡単固めのプリンを、大人のラムプリンですねっていうのを作っていきたいと思います。はい、ではですね、まずマグカップに、砂糖ですね、小さじ2を入れます。はい、こんな感じですね。でここにお水を小さじ1、お水、はい、この状態でですね、電子レンジ600ワット、だいたい2分から3分。まずはね、2分かけてみてください。で、これでカラメルにしていきます。はい。まずね、今ね、2分やったんですけど、これまだ全然カラメルになってないので、あと1分ぐらいやってみますね。ということで、はい。こんな感じに、カラメルが、カラメルになってますね、これね。なってますよ、皆さん。どうですか、これ。これね、一応ですね、今3分40秒ぐらいやりました。で、色的にはこれぐらいになるまでですね、やってみてくださいね。これね、こんな感じになったら、OK です。で、こいつは、このままですね、ちょっとね、今熱いので冷ましておきます。はい、冷ましている間に卵液を作っていきたいと思います。まずですね、卵1個です。はい。で、お砂糖が大さじ2、はい、入れていきます。大さじ2ですね。はい、これをまず、かき混ぜていきます。またざっとですね。はい。で、その後に牛乳 140cc、 はい、ラム酒が小さじ1半ですね。あの、バニラエッセンスでも大丈夫。他はですね、あのコアントローとかグランマルネとか、そんなお酒あったと思います。ん、結構入りましたね。はい今結構ドボドボいったんで、はい、僕はね、でもラムの香りものすごい好きなんで、これでも全然平気です。あとですね、まあ、先ほど言ったようにバニラエッセンスだと、まあ、2、3滴が、いいかなと思います。これね、香りがつくのとつかないのではね、結構あの、これ美味しさ、まあ香りが違うので、お菓子の場合は香りってすごい重要なので、こういうのをちょっと入れていただくと少し高級感が出るという感じですね。あの、もちろんラムが苦手な方とかは、他のもの、バニラエッセンスとかを入れていただいて、あとまあ、レモンピールとか入れてもいいですね。レモンピール、皮をこうすりおろしてちょこっと入れても、あのレモン味になるので、そういうのもいいかなと思います。はい、でこれで、プリン液が、完成しました。よくね、砂糖がね、溶けて消えるまで、混ぜてくださいね。じゃあとですね、まあ、粗熱が取れたカップにこちらのバターですね、バターを、塗りつけていきます。あの、この周りですよ、周りに塗るんですよ、こんな感じで周りに塗ってくださいね。こんな感じでね。こうするとね、最終的に剥がれが良くなるので、はい。これがまあ、適量ですね。はい。サラダ油とかをハケで塗っても全然平気ですね。はい。はい。こんな感じに、できましたら、じゃあですね、まあ、ちょっと年季の入ってる、ザルなんですけども、これね、本当はもっと細かいのがあったら、細かめのザルがあったら、細かめの、茶こしとかの方がいいです。ただうちちょっと茶こしがないので、気休めでこれでやります。液を流していきます。まあもう本当にこんな感じでダバダバと流しちゃいます。よいしょ、こんな感じです。これをレンジ、また、かけていくんですけども、うちはですね、レンジ200ワットっていうのがあるんですね。200ワットだと、9分ぐらいかけます。で、300ワットの、電子レンジもあるんですが、300ワットの場合はだいたい6分から7分ぐらいかけていただければ大丈夫かなと思います。これね、途中で様子見てあげてくださいね。ボコボコしてきたらちょっと、危ういので、ね。はい、ということでですね、まあ、今回、200ワットで、8分30秒ぐらいやりましたね。やったものはこちらになります。もう結構固まってるんで、揺らしてみると固まってるの分かりますか？こんな感じです。はい。で、これをですね、このまま粗熱を取りまして、まあ、もしくは急いでる方は、冷凍庫でも結構です。これちょっと冷やしていきますね。はい、ということでですね、プリンなんですけども、出来上がりました。今回、まあ、ちょっと僕せっかちなんで、冷凍庫で1時間冷やしたものになります。これをですね、このお皿でプッチンします。
これで失敗したら、これはサブちゃん行きです。行きます。まあ、まあ、こうかな。こうがいいですね。行きますよ、皆さん。行きますよ。よっ。うぃちょっと、これ、ちょっと。完璧じゃないよ、これ。完璧じゃないねえ。完璧じゃないですか。あのね、でね、これね、固めのプリンにしてあるんですよ。僕、固めのプリン好きなので。どうですか、このツヤ。いや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 。いい感じにできてますよ、これ。じゃあ、ちょっと食べていきたいと思います。はい、ではですね。出来上がったので食べていきたいと思います。ちょっとね、初めてのスイーツなので。まあ、僕、あの、甘いので大好きなんでね。はい。こんな感じになる。ちょっとね、すくってみましょうか、これ。あら、こんな感じですよ。どうですか？どうですか？これ完全にいい感じのプリンじゃないですか？これ。焼きプリンになってますね、これね。ちょっと、食べてみたいなと思います。はい。いただきます。うん。あ。プリンだ。しかもね、硬いプリン。今ね、あのプリンってね、硬いプリンがね、流行ってるんですよね。でですね、これはですね、固めのプリンになります。でね、カラメルが、すごく香りが良くて、あとですね、ラムの香りも入れますね。すごい美味しい。どっちかというと、喫茶店のプリンみたいな。生クリーム入れても美味しいなと思うんですけども、僕はまあぜひこの硬さをもうちょっと堪能していただきたい。形崩れてないですよこれね。あのプルプルのプリンはちょっとね、形がプルンとなっちゃうんですけど、まあ、これはあの伝統的な方法ではないか、一応原理は伝統的ですね。卵だけで焼き固めてるというかですね、熱で固めてるので、まあね、非常に美味しいです。ちょっとおかしな話かもしれないですけど、ちゃんと焼いたプリンの味がするんですよね。すごく簡単で、原価的にも卵と牛乳と砂糖が主な原料なので安いです。でね、やっぱね、ラムはねちょっと入れていただいた方がいいかなって感じですね。それかバニラエッセンス、まあちょっと甘い香りのする香料みたいなものをね少し入れていただいた方がより、高級感が漂うかな。これね、本当に美味しいです。すごく素朴な感じのプリンなんですけども、ちゃんとした甘さがあって、カラメルの風味もするっていう。まあね、これね、プリンを思いついた人は天才だね、これね。まあね、皆様、マグカップと電子レンジがあれば、このプリンできちゃいますのでね、ぜひぜひ皆さん、軽率に試していただければなと思います。皆さんね、あとお安くできるので、あと火を使わないので危なくないです。ですね、お子さんと一緒に楽しめるような、レシピになってるかなと思いますので、ぜひ試してみてください。ではですね、この、大人のラムプリング、美味しそうだなと思った方はですね、ぜひ高評価、あとチャンネル登録をお願いします。登録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 